皆さんこんばんは、中島健太です。今日はミシャにリンゴのカゴのある生物というセザンヌの作品の中を旅してもらいました。ミシャさんどうでした？はい、エサだよ。今日はセザンヌの作品の中を、旅してくれたミシャさんどうでした？今ミシャはカニカマ、猫用カニカマを食べていて、カニカマが大好きなんですね。今日もいい匂いだね、ミカちゃん。まあね、僕ね、セザンヌの作品って正直あんまり好きじゃなかったというか、よくわからなかった。そして、セザンヌという人に関してはどちらかといえば好きじゃなかったというか、嫌いだったんですね。っていうのはですね、セザンヌっていうのはですね、まあお父さんがね、大実業家で、銀行を経営してたなんていう、まあ銀行の頭取の息子ってことなんですよね、つまりね。なので、まあ大資産家の息子ということで、まあ全くその絵を描くのにお金に経済的に困ることがなかったっていうのがセザンヌで、にもかかわらず結構生活、にもかかわらず結構性格は偏屈なことでよく知られてまして、まあ本当にひどい逸話があってですね、モデルさんを呼んでポーズをさせている時に、まあモデルさんのポーズってね、結構あれ大変なんですよ。人間って動くようにできてるので、意外とね、その止まっているだけの仕事っていうのはね、実はすごく大変なんですね。にもかかわらず、ちょっとでもモデルさんが動こうもんなら、セザンヌはそのモデルさんを怒鳴りつけるっていうね。リンゴは動かないだろうと、リンゴのようにピクリとも動くんじゃないっていうようなことをモデルさんに平気で言い放つ。まあ、6時間モデルをやった人に対して、服のシワは今回はよくかけたっていう、6時間止まってたのにかけたの服のシワだけかよっていうね、本当に人間としてどうなんだっていう逸話がたくさんあってですね、子供に、町の子供に、石を投げられるなんていうこともあったなっていうぐらい、ちょっと人間性どうなんですか、セザンヌ。その上お金持ちのボンボンだったっていうことで、まあ僕みたいにその経済的に全く、後ろ盾がないところからスタートした画家からすると、まあ羨ましさ半分、そしてまあなんか嫉妬半分というか、まあ羨ましさと嫉妬が混じったような感情で、まあその上ね、やっぱりその絵がね、上手かと言われると、今回も改めて描いて思ったんですが、やっぱりね、セザンヌっていう人はそんなにね、こう絵が上手っていうタイプの人ではないんですよね。ただやっぱりその今回セザンヌの作品を描いて感じたことは、非常にそのモチーフを見る目は丁寧、誠実っていうことなんですよね。まあ非常にその真面目、絵を描くことに対してだけはって言っちゃいましたけど、絵を描くことに関しては非常に真摯な人だったんだなと。モチーフをね、こう見つめるその視線っていうのが、絵を見れば見るほどその丁寧だなっていうことをね、感じるんですね。まあなので、あんまりこう耐震能力っていうのはね、高くなかったんだろうな。まあそして、まあ資産家の子供に生まれるっていうことは、まあいいこともあるけれども、一方で大変なこともたくさんあったんだろうな、なんてことをね、まあよく言いますよね、その七光とかね、そういう揶揄もたくさんきっとあったんだと思います。まあそんな中でね、この自分の作風を貫き通した、まあある種不器用なところもあったのかなって感じるところはあるんですが、まあそのセザンヌのその誠実な絵に対する感情っていうのを、今回は、旅するミュシャを通して学ぶことができました。なのでね、セザンヌはですね、僕はどちらかといえば嫌いな画家だったんですが、今回のことでセザンヌっていう作家に対してかなりね、その見方が変わりましたし、まあ近代絵画の父と言われるセザンヌの作品、やっぱり素晴らしい作品だなと思うことができました。次回は、フォービスムの巨匠、野獣派ですね、マティスの作品をお届けできればと考えております。それではまた次回、バイバイ。